はい、皆さんこんにちは。TOEIC 対策猛牛チャンネル制作者のジェットブルです。今回の動画はカリナさんとの対談です。カリナさんは TOEIC 満点取得者の TOEIC コーチですね。この猛牛チャンネルの準レギュラーとしていつも出演していただいている方です。カリナさんのことをこの動画で初めて知ったっていう方はですね、ぜひ TOEIC 満点取得者は普段どんな勉強をしているのかという過去動画を見てみてください。この動画は聞くだけでモチベーションがアップするっていうことで、ものすごく人気があって、カリナさんがどんな人なのかっていうのもよくわかります。この動画の一番上のコメントに、その過去動画のリンクは貼っておきます。さて、そんなカリナさんとの今回の対談では、2つのトピックについて話しています。どちらもですね、TOEIC 990点、満点についてのトピックです。TOEIC 990点が取りたい、満点が取りたいっていう方の何かしらの参考になるかなと思います。それでは、早速音声を聞いていきましょう。じゃあ、カリナさんよろしくお願いします。はい、お願いします。今日のトピックはですね、TOEIC 990点を取って、良かったなって感じたことっていうのと、もう一つはですね、TOEIC 990点を目指している人への、一言アドバイスですね、何かあれば、ちょっと聞きたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは、カリナさん、TOEIC 満点取って何かいいことってありましたか？良かったことね、履歴書に書けたとか、そういう自分のプロフィールとかに書けたかな。990点満点書けた。確かにそれはね、大事っていうかいいですよね。使えますよね。そうね、使えるね。英検1級とともに。そうか、英検1級もそうですよね。英検1級とともに使えると思うね。 TOEIC 990ね。で、私はいわゆる英語資格3冠ってあるやん。通訳案内士の英語と英検1級と TOEIC 990点って、なんか英語資格3冠ってなんか大昔に言われててんけれども、私は TOEIC 990が一番最後やってん。そうなんですね。英検1級も通訳案内士も、もう若い時に取っちゃって、で、990は、TOEIC にそこまで昔、若い時には熱がなくって、年に2、3回受けてた、そんな感じやって、TOEIC 990は放置しててんけれども、TOEIC 受け出すようになって、990取って、それがやっぱりなんか3冠って言われてたので、一番最後に取ったので、3つ揃ったみたいな感じで履歴書とかそういうプロフィールとかに書けたかな。それが良かった。あと自分の自信にもなるわな。そこまで勉強してて、最後到達点まで、990点以上の点数はないので、990点最後の点数取れたみたいなのがあって、自信がついたかな。ブルさんは？いや、僕ですか？すぐ振ったけど僕、そうですね、どうなんだろう。取ってよかったことは、そうですね、僕は仕事してたので、英会話講師をしてる途中で990取ったので、履歴書に書くっていうことはなかったんですけど、生徒さんに聞かれますよね、 TOEIC 何点ですかって。私それある。私もそれある、ね、そうなんです。今思い出したらそうその時に自信を持って990ですよって言えますね。私もそれあるある。それは思い出した。はい、それもあります。僕それが一番良かったなって思います。変な話、それ以外は特にない。いや、そんなこともない。特にね、僕子供を教えてたので、子供ってそういうのを聞くんですよね、さらっと。しらっとね。そうで、何点だよって答えて、満点って何点とこ、ガンガン突っ込んでくるんで、で、満点じゃないんだみたいなことを言う子もね、もちろんいるわけで、別にそれは悪気があって言ってるわけでは全然ないんですけど、子供だから、ね、事実やけど。そう全然いいんですけど、ただ答えるこっちとしては満点持っていたいなとは思ってましたよね。それはあるな。でもだから教える人は取っといた方がいいよな。絶対取っといた方がいいです。今教えてる人、もしくはこれから教えようとしてる人。そう、いいことは生徒さんが結局僕の話を信頼してくれるようになるんですよね。それあるな。それもある。やっぱり950点ですっていう人と990点ですっていう人だと、どうしても990点の人の話を聞くじゃないですか。
それは言ってることが正しいかどうかとかももはや含めずに、なんていうんですかね、もうだって990点取ってるんだもんこの人はっていう目で見られてるから、最初から話を聞いてくれる体制になるじゃないですか。なんていうんですかね、生徒さんがこの人の話はとりあえず聞いとけば間違いなさそうだって自然に思ってもらえるので、そこの最初にじゃあ信頼してもらう壁がガーッと下がりますよね。だから、まあ、民間でね教えてる先生たちは取ると楽ですよねっていう教える側としてすごく楽です。それはあるよね。あ、満点取ってるっていう風に見てもらえるからね。そうそうそうなんですよ。これ別に、まあ、ここだけの話、別に満点取ってる方が教えるのがうまいはずはないんですけど、全然。ただ聞く側が最初から聞く体制になってくれるっていう意味では伸びやすいんですよね、生徒さんも。結構なんか結果的にだから、うん、取ってよかったなっていうのはそういう意味でも思いますね。うん、うん、そうやね、ええこと言うな、やっぱりね、はい。ですね。あとは僕がそんな喋ってもあれなんですけど、あー、いいですよ、喋ってくださいよ、突っ込むから僕がもう一個思ったのは、990って、まあ、僕965取ってて2年間ぐらいそのままだったんですけど、ええ、でもその時に、まあ、990取ってる人は結構いる、日本人でもいるってのは知ってたんですよね。まあ身の回りにもいましたし、だけど自分が取らないとそれってどれぐらいなのか分かんないじゃないですか。うん、990取ってる人ってどういう感覚なんだろうっていう、どれぐらい英語ができてる感覚なんだろうっていう。で990取って初めて、あ、何も変わらんって思いました。あ、その昔と。そうです、その965を取ってると自分と990取った自分とで何か分かり方とか変わるんかと思ったら、そんなに変わらんかなみたいな。だからある意味僕はですよ、これは僕の感覚です、ただのね。でこれ言い方がね、ちょっとね、あの、どう、なんて言えばいいんだろうなまあでも僕が正直なことを言うと、うん、なんだ990ってそんなに英語力なくても取れるんだって自分で思いました。あああの、それは別に、なんだろうな、違いますよね、とね、これは英語力はないと取れないんです。だけど思ってるほどいら、自分が当時思ってたほどはいらなかったんですよ。要するに海外でのもうバリバリ字幕なしで全然見れるし、映画だって余裕で見れますよねってこと、バリバリ喋れますよっていう人じゃないと取れないわけじゃないんだっていう、普通に日本人が勉強してて、まあ、ちょっと英語できるようになりましたで取れるのが990だなって自分では納得できたので。まあそうね、そうそう、なんていうの、いや、英語力はもちろんいるんですよいるんですけど、そう、いるんですよ、もちろんいりますよそう、うん、だけどなんかそんな、なんか神がかったものではないっていうか、うん、そう、だって私でさえも取れんねんもんって思うもんなのでところどころで僕ポロッと言うんですけど、もっとね、990ってそんな壁を感じずに、みんな、まあ、別に僕990取った方がいいとはあんまし思わないですけど、別に、なんていうんですかね、別に先生は取った方がいいけどね、そんな、うん、先生はね、そうそう先生は取った方がいいそうそうそう、まあ、なんだろうな、なんか別にそんな990そんなにすごくないですよっていうそう、頑張ったら取れますよって感じ。そう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 、そうなんですよ、うん、で、そういう風に思って、よし、じゃあ頑張ったら取りましたっていう人がね、もっと増えるといいなっていう感じですよね。そうそう、まあ取れますから別にね、うん、そうね、勉強すれば取れるかな、まあそうね、うん、取れる取れる。で、あ、そう、僕そこから2つ目のこと、990を取る人へのアドバイス、違うな、990を目指してる人へのアドバイス、うん、目指してる人ね、だから今まで1回も取ったことない人ね。そうです、そうです、あの、で目指してる人でなかなか取れない人にアドバイス、僕からこの後ね、カリナさんにもアドバイス聞きますけど、僕からアドバイスするとしたら、あの、990をすごいものだと思わないでほしいなっていうのが、さっきの話との続きなんですけど思います。あの、頑張ってちゃんと勉強してたら取れますので、で、そのと、ただしその時に990を僕は目指さない方がいいとは思います。 TOEIC を聞いて、あの、リスニングとか、リスニングを聞く、リーディング読む、それが全部分かったら取れますから、それ以外の要素は何もないので、リスニング聞いて分からないことをなくす、リーディング読んで分からないことをなくすだけで取れるんですよっていう。で、かつ TOEIC で流れてくるリスニングの音声とか、 TOEIC で読むリーディングの難易度っていうのは、例えば海外ドラマの音声であったり、海外の英字新聞よりも簡単ですから、だからそこマックスで考えない方がいいんですよね。なんて言うんですかね、キャッチ取りたい人はそこを目指すんじゃなくて、もっと難しいこともやりつつ、いろいろやって、TOEIC のことだったら余裕で全部理解できますっていうところを目指してください。990を目指すんじゃなくてっていうのが僕からのアドバイスというか、まあ
取りたい方はぜひそうやってやっていくといいと思いますよっていう。なるほどな。まあでもそれはあるかもしれん。990の数字にこだわりすぎるのは良くないよな、まず。だと思います。うん。あ、だからあと1問とかあと2問ってなるやん、ギリの人やったら。あ、そうですね。うん。うん、そのあと1問あと2問な、それをあんまり深刻になれへん方がいいかなとも思うわな。そうそう、その正解数で考えちゃうと、そこでなんか勉強がなんていうんですかね、勉強しづらくないですかっていう。うん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 。え、多分あと1問、あと1問あとも2問って思ってる方は多分ですけど、もっと他で分かってないとこあるんですよ。そう、勘で当たってるところがあるはずやねん。あ、そうそうそう、そうです。うん、そう、あと1問、あと2問って常に思ってる人はそうやねん。それ以外は自信を持って解けてるかどうかやねんな。そうですね。うん。ねえ、っていう感じですね。え、カナダさんからは。私、最後まで頑張ってくださいかな。すごい軽いけど。どういうことですか？最後まで。ま、いや、だから取りたければ、取りたければ最後まで頑張る、取るまで頑張る。あ、取るまでってことね。やめるなってことですね。やめるなっていうこと。取りたければな。だからあの990って難しいんやわ、やっぱりあのほぼノーミスじゃないとあかんし、難しいんやわ。ほんで毎度毎度公開テストで迷う問題も出てくるし、うん、難しいんやけれども、最後、まあ、985が1年続いたとしても、うん、最後まで頑張ってくださいかな、受け続けて頑張ってくださいかな。あんまり深刻に なりすぎず、わかります、うんうん、深刻になりすぎず、英語の勉強をいろんな勉強を続けながら最後まで受けて取ってほしいなと思いますね、うんうん、もし欲しければ。そこが一番大事かな、ほんまに取りたいかどうかで、取りたくなければやらんでもいいし、教える職業じゃない人はやらなくていいし、うん、そやね、そんな感じかな。あと、まあ、アドバイス、まあ、私多分これも好きなこと言うねんけれども、やっぱり読みが甘いと思うねんな、リーディングが、読む力、リーディング力、うんうん、難しい言葉で言ったら読解力やねんけど、やっぱりリーディングが1問2問パート7で間違うっていうことは、やっぱり読みが甘い部分もあるから、しっかり英語読んでくださいって感じかな。あ、それ思います。なんか読みが甘いっていうのは900点台後半の人でも僕はすごく思うので、うん、読みが甘い。あのね、英語はむちゃくちゃ難しくはないんやわ。そんな文化的なものや歴史的なものや科学的なものが出るんじゃないから、他のトーフルじゃ英検じゃと比べてそういうものが出ない、アカデミックなものは出ない、うん、のにもかかわらずパート7で間違えるんだと、やっぱり読みが甘いね、英語の。まあ、そうですね、なんかね、そう、読め、まあでもね、それ難しいですよね。自分では気づけないとこってなぜかあるんですよね。うん。あの、読めてると思ってるから復習しないっていうのは絶対あるので。うん。で、あと、答え合わせをしたら、あ、そうやってんなって思うねん。あ、そうそうそう。そうですよね。ね、そう、そうやってんなって思うねんけれども、で、そこを突き詰めなあかんねん。結局最後は。なんで私は読み間違えてんやろ、どこで私、変な方に行ってんやろっていうの、その話の展開が変な方に行ってんやろ、変な風に理解しちゃってんやろっていうの、どこでどうなったんやろっていうのも突き詰めてほしいんやけれども、そういうのも含めて読みが、うん、かな。 そこ突き詰めて、自分が何が分かってないかを突き詰めることが自分の英語力アップにつながりますよね。うん、例えばどっかの単語が分かれへんかったとか、単語の意味を取り違えてたとか、うん、なんかこうどうしても復習した時に、あ、これってそういう意味だったんだ、だから自分は間違えたんだで終わってしまう人って、まあ結構いらっしゃると思うんですけど、それだとその単語も覚えてないし、もう一回同じことがあったらまた同じところで間違えるしっていうことなんですよね。結局そういうの積み重ねだと思うんです、うん、そうやね。だから例えば模試をしました、で丸付けしました、で、例えば175番間違えました、で、あ、これは170、あ、こうやって私間違えてんや、だからこれやなんやと思ってて、1ヶ月後に模試してまた175間違えてたら一緒やねんな。そうですね、うん、まあその辺はやっぱり突き詰めて、ね、自分が今まで知らなかったことと
まあ、知るように努力する、それを学んでいくっていうことが結局つながりますよね、満点にっていう。うん、そうですね、そうね、うん、私も偉そうなこと言われへんけどなまたっていう感じでしょうかね今日は。はい、そうです。なので、今公開テストないけど復活したら、そうですね、感が受けて頑張って目指せ990点ホルダーの仲間入りをしてくださいって感じね。そうですね、はい。じゃあ、ぜひ皆さん頑張ってくださいというところで、カリナさん今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今回の音声は以上です。今回の動画は TOEIC 満点を取りたい方向けっていうものすごいニッチな内容だったんですけど、何かしら参考にねしていただけていれば幸いです。カリナさんとの対談のテーマはいつも募集していますので、こういうことを話してほしいっていうものがあれば、動画のコメント欄もしくは Twitter のリプライなどで教えてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。